市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團子さん、憧れの大和たけるで秘書。初舞台から12年、20歳を迎えた歌舞伎俳優の市川團子さんが、昨年9月に亡くなった祖父市川猿翁さんが情熱を注いだスーパー歌舞伎大和たけるのタイトルロールに挑みます。幼い頃から憧れ、残された映像を繰り返し見てきたという團子さんは、大和たけるは祖父の人生であり、セリフのどこを切り取っても祖父が浮かびます。どのように演じていたのかしっかりと研究して、まずは祖父を真似たいと謙虚な姿勢で挑みます。大和たけるは1986年に初演されたスーパー歌舞伎の第一作、梅原武史氏が古事記を代々に脚本を書き下ろし、猿翁さん、当時は三代目市川猿之助さんが主演し、演出も手掛けました。わかりやすい物語、ストーリー、テンポの良い展開、スピード、早変わりや宙乗りなどの視覚的な見せ場、スペクタルの 3S を重視した舞台が人気を集め、再演を重ねてきました。11年ぶりとなる今回は、2月3月に東京新橋演舞場で上演され、大須の巫女と後に大和たけると大須の巫女の2役を團子さんと中村隼人さん、2月のみ出演が交互に演じます。大和たけるは大和の国の帝、市川中車さんである父に命じられて熊荘、続いて江戸を平定しますが、伊吹山の山神との戦いで深手の傷を負い、ふるさとに思いを馳せながら命を落とします。たけるが白鳥となって飛び立つ幕切れの宙乗りで口にする、天かける心、それがこの私だは、猿翁さん自身の生き方に重なる名セリフとして知られます。團子さんは新橋演舞場公演の後、5月の名古屋御園田、6月の大阪松竹田でも大和たけるに主演します。目に残る偉大な祖父の姿と記憶に刻まれたその教えに導かれ、文字通り飛翔の年になりそうです。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。